こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も日報出版社の前後牧場筆記から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、却下を見よです。自分自身の足元に気をつけなさい。足元をしっかり見据えなさい。周りに気を取られているものに対する戒めの言葉です。では今から却下を見よを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。